めっちゃ飛び跳ねおる。てっちゃん来るのめっちゃなんか嬉しいんやね。あ、ドアノブが蝶々の形しとる。超可愛いんですけど。シャレじゃないよ。ほい。今回もやっていきたいと思います。それじゃあ今回もこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい。QR コードを読み取る。ほい、ゆうやさん。ドライ系、第一印象自信家。特徴、形式的、負けず嫌い、短気。ズバリ言い切る、成果にこだわる。バリバリ型、厳しいリーダーなタイプ。これだ、と思うことに全力で取り組む。理想と現実のギャップに悩むことも。まあ理想と現実はね、必ずしも一緒じゃないというか、ほぼ違うからね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション、行ってみよう。お、さっきハートマークが、ほらほらほら、来たよ、みゆちゃん。入るね。さあさあさあ、何のモヤモヤだい？切ない。もしや。実は、剣のことが好きです。おー、剣くん。待って、剣くんはね、親友だし、しかも。どうして反対するんですか？いや、それはね、りんちゃんとお付き合いしているからなんだ。相手がいるから。妬ましいっていう理由はどうかと思うけど。いやー、みゆちゃん落ち込まないで。大丈夫よ。ほら、美味しいものでも食べようか。りんご飴とかさ。ほい。いただきます。どうぞどうぞ。そこ持ったら多分ベッタベタになる予定。ああ、美味しくなかった。マジか。まあ、私的にも美味しくはないんだけどさ。チャーリーさん。なんかめっちゃ走りよりやん。入るよ。瞬間的に止まったよ。こんばんは。こんばんは。シシーリコイリトガイから。お、と思うのですが、紹介っすか。つけるのはどう思いますか。あ、マジで？自分の親友のリンさんを。いいと思うよ。それでは、二人を合わせてみます。うんうん。どうやろうね。この二人は。とりあえず、これは、二人はどういう反応なんかがよくわからんねえけど、最初のニコってしたのはいいんかな。楽しそうではない。てか、こういうのってさ、カップルで行ったら一緒に乗るんじゃないの？違うの？バラバラで乗るの？てか、まあ、まずそもそもが、あのメリーゴーランド馬車ないもんね。馬車？うん、馬車。普通に一頭一頭の馬しかおらんかったもんね。ありがとう。こちらこそ、ありがとう。これは、だよね。喫茶店もそんな盛り上がってなかったし。合わなかったみたいです。合わなかったか。残念だよ。リンとは友達以上の関係です。ふんふん。だからね、シッシーさん紹介したりとかしよったんやけどね。ダメやったか。じゃあ、ライ君入るよ。ルカと友達になりたいです。お、ルカちゃん。紹介するよ。どうやろう、なんかいつもヘッドフォンつけとるよね。世間話。どんな音楽聴いてるのとかそういう感じでいいんじゃないかな。どうぞどうぞ。ほら、青いヘッドフォン。私ヘッドフォンで音楽聴かんけんな。常にイヤホンやわ。でもイヤホンの方が鼓膜に近くなるけん耳悪くなるんかな。お、うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ。お礼にこれをあげます。お、なになに。実用品使い捨てカメラをもらいました。使い捨てって言った。リサちゃんのは
すごく気が合います。お、マジで？じゃあもうちょっとしたら親友とかになれるんやないん？さあ、なんか食べようか。とりあえず、お、春巻き。どうぞどうぞ、はい。いただきます。ほい。どう、美味しい？まあまあ美味しかった。ありがとう。ありがとう。私が作ったわけじゃないけど。お、いいね、いいね。遊ぼう。対戦。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。スタート。じゃあ私は後から見たいから。高校。まあ1枚目だからな。エスパーじゃないか。困ってる、本当に。何それ、ガラスの靴？おう。ほい。懐中電灯。スモールライト的な感じに見えるよね。おー、やったね。お互いに1回目は成功だ。お、ガラスの靴。来たー。イェーイ、上下で揃うパターンや。お餅。じゃあ3度目の正直っていうか2度あることは。あー、ダメかー。おー、マジでそっち立て。あ、うわー。うわー、マジか。負けた。なるほどね。残念でしたね。また遊んでください。うん、また遊ぼう。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。ほい、そして、夜市。これは絶対覗いておかねば。するよ、するよ。ハットさん。福袋買います。さあ、一つ目の中身は？お、服、半袖のカンフースーツが入っていました。え、いいやん。ね、いいやん、いいやん。二つ目の中身は？お、服、男の子のブレザーが入っていました。いい。とりあえず二つともいいぞ。三つ目は？帽子、手編みの麦わら帽子が入っていました。おー。え、今回全部良かった。ね、全部良かったよ。イエーイ。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということ、お、ニュース速報。なんだ？ニュース速報です。ほいほい。お、輸入品が入荷されました。ひまわりの髪飾り、いいね、いいね。季節やね。おお。なぜ男の子なんだ。男の子でも使えますよってことか。ありがとう。ほい、じゃあ早速見に行ってみようか。ようこそいらっしゃいませ。ほいほい。ひまわり。こっちか。ひまわりの髪飾り。980円。あ、やっぱり、この黄色のが一番いい気がする。買うね。やった。なんかさっきの、使用例みたいなのは、多分、黒とかそんなんやったんやろうけど、茶色かな？ほい、それじゃあ今回も、この島に新しく住んでもいいよという方が来てくださってるので、また QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、じゃあ QR コードを読み取る。あったん。和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型。のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。最近また和み系の人増えてきたね。いい感じ、いい感じ。多分バランス的にも。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ、お、港にもなんか来とんやない。ハトバ。ほらほら、なんかマーク光よるし。お、声をかける。おう、なんだ、びっくりした。船が9艘やってきました。9艘だいぶだな。見る見る。
高橋島から船が来ました。輸入品クレイジーパターンシャツ。ほうほう。お、アユナ島のものももちろん持って行ってくださいまし。心ちゃん旅立っていった。ほっぺけこたこじ島から船が来ました。輸入品ヒョウ柄のストール。おー、いいね、ヒョウ柄のストール。そして輸出品とともに、ミュート君は旅立って行きました。またきっと新たな出会いが。エイヤー島から船が来ました。輸入品レースのマキシワンピース。あ、いいね、マキシワンピース。着たことないけど着たいなと思ったことはある。仲良し島から船が来ました。輸入品フレアのミニスカート。レモンティー島から船が来ました。輸入品ジャージースカート。おー、カナ島から船が来ました。輸入品ヒョウ柄のストール。お、2つ目だぞ。ユッティエンス島から船が来ました。輸入品フレアのミニスカート。お、またまた。ひだまり島から船が来ました。輸入品ステージドレス。ステージドレス素敵やね。あ、そういうのを着て音楽堂で、ん、あの時衣装決まっとったっけ。おおおお、旅人まで来たよ。輸入品ポンポンの髪飾り。ポンポンの髪飾り。おお、何島って読むんやろ、わからないけど。やったね、旅人じゃん。よし、きっとこれでまたみんなと仲良くやってくれるはず。お、ニュース速報。なんだなんだ。ほいほい。住み心地ランキング発表。へえ、そんなランキングがあるんやね。あ、どうなんやろ、他の島と比べて。ほう。果たして我らがアユナ島の順位は、ぜひその目でお確かめください。なお、この結果は、やっぱこれは通信がいっぱいになってきたけんってこと。頻繁にチェックしてください。オッケー。ニュース速報、諸星がお伝えしました。ありがとう。それじゃあちょっとキャンプ地に。お、いらっしゃるいらっしゃる。島に来た旅人がテントを張っているようです。中に入って挨拶してみましょう。オッケー。こんにちは。ん、入れる。お、ね、眠ってるのか。入るよ。お、ごめんね、起こした。あ、こんばんは。こんばんは。ごめんなさい。いえいえ、全然。いいですか。もちろん泊まってくださいな。ほいほい。僕、コセイです。コセイくん、ここで一泊させてもらいます。どうぞ、てか何日でもいていいよ。僕は今までに、この島の旅してきました。ふんふん、よろしくです。12日、つい最近なんやね、旅だったの。旅人たちは長旅で疲れています。せっかくアユナ島に来てくれたのですから、ご飯をあげたりおもてなししましょう。きっと旅人も喜びますよ。オッケー。おもてなし。さあ、おもてなしやけん、やっぱ良さげなものあげた方がいいかな。ってことで、チラシ寿司。出会った記念ね。ほい。あげるよ。いただきます。どうぞどうぞ。どう？お！ごちそうさま。よかったよかった。食べられない。ただ？ん？それはお腹がいっぱいってことかな。お、癒され度っていうのがあるんやね。ふるさとのこと思い出しちゃったけど、寂しくなんかないやい。ふふ、寂しくなんかないやい。ふるさとのこと思い出しちゃったけど、寂しくなんかないやい。なんか寂しさが紛れるようなものとかあるかな。オルゴールとか聞いたらしんみりする、逆に。ああ、でも、どうやろうね。あげてみようか。ほい。お、ニッコニコ。ああ、どうぞどうぞ。
こでさ、なんかこの人の住んどった島とかがさ、こう浮いとったらいいんやけど、まあどこもあれか、見た目は一緒かな。どうすか。オルゴールの曲、もつが小さい時、お母さんが歌ってくれた子守歌でした。マジでめっちゃ感動やん。寂しくなくなったぞ。おー、よかった。管理人さんのおかげだ。寂しくなくなった。よし、元気に旅も続けるぞ。おー、頑張って頑張って。いいね。管理人さん、ちょっとお願いがあるんですけど。ほいほい。お、なんだなんだ。自撮りの炭火焼きを持ってるんだ。自撮りの炭火焼き、おー。ゲームポイントないと交換って無理ですか？あ、全然いいよ。ゲームコインと特産品を交換しますか？ゲームコインを使った場合、セーブしなり終了しても、使ったゲームコインは元に戻らないのでご注意ください。え、全然大丈夫。交換する。ありがとう。これでしばらくは、旅費の心配しなくていいんだ。4枚ぐらいで大丈夫なんや。おー、特産品、自撮りの炭火焼きをもらいました。ありがとう。やったね。特産品をコレクションしましょう。旅人は訪れた地域の特産品を集めて旅を続けています。いろんな島を渡り歩いた旅人はあなたが手に入れていない特産品を持っている可能性が高いですよ。おー。特産品これ初めてじゃない？お、なんだ？手紙。お父さんと写真を撮ったよ。お？お父さんとお母さんに手紙を送るとき。おー。この写真、一緒に送ってもいいですか？全然いいと思う。いいよ、いいよ。お父さんとお母さん、きっと喜ぶぞ。うん、喜ぶ喜ぶ。僕は、元気にしとるんやなーって。会いに行くつもりなんだけど。ふんふん。その時、管理人さんから、二人に伝えたいことってありますか？え、伝えたいこと。伝えたいことってなんだろう。ある。伝言を伝えると、あなたの島の名前やあなたのミーのニックネームも相手に伝わります。ほう。メッセージありがとうです。いつか帰ったとき、ちゃんと伝えときます。まあ、その時にはコセイ君帰っとるけん、自分で伝えるだろうけれど。あれは道連れ、よは。あれ、なんだっけ？情けだ。旅は道連れ、よは情けだよ。お。もう出ようかと思ってるんですが。なるほど。おやすみなさい。うん、まだ早い。いや、起こしとくのも悪いよね。おやすみなさい。ぐっすり眠ってね。おー、寝ている。お、え、なに、ぬいぐるみも、ぬいぐるみにも寝袋があるの、かわいい。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、それじゃあ QR コードを読み取る。作チン、ノリ系、第一印象を引き裂く。特徴、直感&勢い重視、大雑把、熱しやすく、楽観的、熱しやすく冷めやすい。キラキラ型、みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい。みんなの憧れ。でも陰で苦労してる。確かにノリ系っぽい感じやね。なんかイケイケな女子のグループの中心におりそうな。はい、オッケー。ほい、それじゃあ、ん？なんかこれ。なにこれ？旅人がまだおるってことかな？お？え、なにこれ？宝箱？なんかあるんやけど。あゆな島の管理人さんへ。泊めてもらって嬉しかった。管理人さんと会えてよかった。あゆな島最高。また来るね、個性より。おー、個性くん旅立って行ったのね。よかったよかった、無事に旅立って行って。お、お宝、銀貨が入っていました。やった、なんかもらったよ。いいね、置き土産か。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。それじゃあ早速。お、もう最上階まで来たやん。ほい、サクチン入るよ。今回新しく来た人ね。サクチンです。一緒にいると楽しい女だそうです。いいねいいね、私も一緒におって楽しい気分になりたいよ。体も温めるといいらしいです。何に？
体を温めると何にいいの？健康？じゃあ、そうだね。体を温めようか。味噌汁とかで。ほい。体を温めるといいらしいです。どうぞどうぞ。ちょうどお腹も空いとるみたいやったしね。まあまあ美味しかったようです。お、よかったよかった。そして、お、そっか、この時間は、夜市開催中。怪しげな福袋を今回も買っていくよ。お客さん、運試ししてみない？もちろん、たっちゃん買ってあげてよ。普通いらっしゃい。福袋5000円、買います。実際は正月でもそんな買わんけどね。一つ目は、お、ジャケット、ジーパンが入っていました。いいやん、いいやん、爽やか。二つ目は、お宝、ブーブークッションが入っていました。あ、いいね。これはいたずらに使えそうだぞ。三つ目の中身は、おー、女性の晴れ着が入っていました。いいね、いいね、いいね。めっちゃいいやん、おしゃれ。ほい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。ほいほい、お願いします。馬のかぶり物が大流行、マジで。あ、やばい、あ、やばい、かわいい。思ったよりかわいかった思ったよりだいぶかわいかった。もっとリアルなの想像してたいいね、いいね。てかみんなのサイズ感かわいいわ。あんだけ流行っとったら見て見ぬふりできんよね。自分も流行に乗らんと。ほいほい、ありがとう。ほい、それじゃあ、なみちゃん、入るよ。誰かとお友達になる？こんばんは。こんばんは。ルキアと友達になりたいです。お、ルキア君、いいやん、いいやん。紹介するよ。どんな感じ？これは、聞き手に回ってみようか。なんかゲームの話とかいっぱい語ってくれそう。でもってそういう趣味の人はきっと語りたいと思うんだ。さあ、どうだどうだ？久々にああいう形のゲームのさ、ミスタードリラーがやりたいな。昔よくしよった。あー、まだダメだったか。でもこれからやね。お、いいね、いいね。友情、友情。そしてお腹が空いとるみたいやね。なんか食べよっか。じゃあ、生ガキ。レモンを絞ってつるんとどうぞ。いただきます。とりあえずレモンがついとったら必ず絞るな、私は。さっぱり爽やかに。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。入るよ。台湾さん、いいことあったのか。まあ、話すのはシーンくんなんやけどね。お久しぶり。人が増えてきたけんね、みんなだいぶ久しぶりになってきたな。お、久々のくしゃみ行くか。手伝うよ、当然。くしゃみ、鼻で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。ほい、スタート。本当に久々やね、これ。しんくん鼻ないけど。しんくん鼻ないけど。お、なんか私ちょっとテクってき出したことない、これ。結構小刻みにできるようになってきたことない。ほら、どうよ、くしゃみくしゃみ。おっしゃ、来たー。よかった、よかった。久々にくしゃみを出せてよかったよ。ありがとうございました。いえいえ。ちなみにお腹も空いとるやろ。お、なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。旅行は計画している時が一番楽しいです。まあ、ああしようか、こうしようかっていう妄想も膨らむもんね。ほい。で、ご飯をどうすか。やっぱね、なんかね、美味しいおかずとか食べよったら、
一番美味しいって感じるのご飯よね。ほら、焼肉の時のご飯とか超美味しいやん。お礼にこれもあげます。お、なになになに、いっぱいもらうね、私。自重品オルゴールをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。じゃあ QR コードを読み取る。ゆいちゃん、ノリ系、第一印象気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ワイワイ型、何でも楽しみたいタイプ、知らない人ともすぐに仲良くなる、大変なことでも楽しみに変えられる人。大変なことでも楽しみに変えられるっていいね。めっちゃ強みやん。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ早速マンション行ってみよう。じゃあ、今回新しく増えた、ゆいちゃんのところへ。ほい、入るよ。どうもどうも。どう？この島は快適かい？ワイルアイです。誰とでも、すぐ仲良くできる女です。誰とでもすぐ仲良くできるっていいね。友達バンバン増えてくやろ。明日のために、もう少し頑張りましょう。明日のために、毎日毎日、明日のために、明日のためにって繰り返していきよったらきっといい毎日になるね。ほい、それじゃあお腹空いとるっぽいけん。何かしら。卵焼きどうすか？風呂の味らしいけんね。はい。家庭では出せない味。どんな卵焼きなんやろ、気になるね。お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。ほい、それじゃあ、お、夢だ。わっちだってたまには。わっちだってたまにはどうした？夢の中へお邪魔します。さあ、どんな夢を。光を当てるとミーが元気に。どすかどすか。そんなでも。どう？てか今日曇ってんだよね。だいぶ曇ってんだよな。どう？呪い。もっと晴れた日にしなきゃダメだね。お、どういうわけかお宝ソーラーパネルを拾いました。はっ。そんなところで寝てたら体中痛くなるよ。ほい、それじゃあ、私の大好きな夜市が。お客さん、うんざれししてみない？ぜひぜひ、お！買わないのかーい。今確実に買うような感じできたやん。ほい。一つ目の中身は？お宝ヘチマスポンジが入っていました。話題のヘチマスポンジが。そして二つ目。お、ニュー。食べ物、クリームシチューが入っていました。あ、いいなぁ。久々にシチューも食べたいなぁ。シチューを食べたら、後から必ず私は、パンをつけて食べる。いいよね。三つ目の中身は？お、ニュー。食べ物、オレンジジュースが入っていました。いいね、いいね。基本的にどこに行ってもオレンジジュースはあるもんね。喫茶店とか行ったら、私はコーヒーが飲めないから、紅茶も。確実にオレンジジュースとか飲むけんね。ほい、それじゃあミーニュース行ってみよう。こんばんは。お、早速ミーニュース読みよりやん。ほいほい。忘れ去られた遺物。またしても。まず果物に賞味期限シールとかつかんけんね。もうパッサパサやん。確実に干からびとるよね。興味出たのか？そりゃあ5年も経ったものが出てきたらね、見て見ぬふりはさすがにできないよ。でも冷蔵庫の中やったらきっとね、腐ってはない、いや腐るけど、臭くはないと思うんだ。お、キング。どうしたのどうしたの、なんか大集合しとるけどみんな。
ゆなのそっくりさん、一週間ぶりですね。一週間ぶりですっけ、キング。なんかもう、めっちゃ出すぎてよくわかんないよ。KOKOんとデートしたいのですが、どこがいいでしょうか？おー、ココちゃんとデート、いいね、いいね。それじゃあ、遊園地で。いいですね。準備していこうと思います。ほいほい、ココちゃんもきっと喜ぶ。お、出かけてった？じゃあ、様子を見に行く。あ、いいね、いいね。観覧車いいね。デートで観覧車はもうなんか王道って感じよね。ん、なんか話しよる。見て見て、あそこに見えるの私の家、みたいな感じ。ふふ。ココちゃんめっちゃ嬉しそうやん。ほい。それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も、この島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、QR コードを読み取る。ほい、レンタヌキさん。クール系、第一印象クール。特徴、控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている。シーン型。限りなく控えめなタイプ。思ってることが顔に出ることもなければ、口に出すこともほとんどない。でも芯は強い。お？これはめちゃくちゃ初めてじゃない？シーン型とか全然知らんぞ。限りなく控えめ。なるほど。新たなタイプが来たね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。さあ、じゃあ早速、新しく来たレンタヌキさん見てってみようか。お、個性的な部屋。入るよ。あれやっけ？カートゥーンかなんかやったっけ？この部屋。レンタヌキです。無口な男です。無口な男。いいやん、いいやん、なんか、一匹狼みたいな。自分のこともしているときが一番楽しいです。自分のこと、まあ、自分のことやもんね。まあ、楽しいかな。人のためになんかしうるのも楽しい、じゃ楽しいけど。ほい、それじゃあ、お腹すいとるやろ。何かしら、すき焼きで戻すか。家族の笑顔がこぼれる贅沢な料理。いただきます。どうぞどうぞ。無口な男らしいけど、いっぱい喋ってもらいたいね。まさかのですか？え、まさかのですか？え、超苦手？あらー。マジで？すき焼きが超苦手とかあるんだ。ごめんね。あ、じゃあ、てっちゃん入るよ。ごめんね、筋トレ中だった。でも誰かとお友達になりたいんやろ？こんにちは。マキに友達になってほしいと言われたのですが。ほうほう、マキさん。いいんじゃない？では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃい。めっちゃ飛び跳ねおる。てっちゃん来るのめっちゃなんか嬉しいんやね。あ、ドアノブが蝶々の形しとる、超可愛いんですけど。シャレじゃないよ。蝶々だけにねってことじゃないけんね。すごいよね、この部屋。壁めっちゃデコられとるやん。ラインストーンかなんかかな。あ、友達になった？うまくいきました。よかったよかった。気が合いそうだったので、友達になりました。ふんふんふん。よかったよ。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。じゃあ、モカタン、入るよ。いいね、なんか超なんか世界観が合っとる感じ。一週間ぶりくらいですか？あゆなのそっくりさん。お久しぶり。さっちゃんに恋人がいたら。おうおうおう、誰をおすすめするの？ですが。うん、いいと思うよ。くっつけるのはどう思いますか？お、いいんじゃないの？いいと思う。それでは、二人も合わせてみます。ほいほい。ぜひぜひ。お、とりあえず駅はクリアだね。二人がニコニコ話しよるかどうかをきっちりきっちり観察していこう。
これはニコニコしよるよ。ニコニコしとけばいいんかな。あ、話しよる話しよる。あ、いいやんいいやん。これ多分いい感じなんやろ。あ、これは期待が持てるぞ。ね、そっかそっか。こうやってちゃんと見たら全然違うね、ここ最近のと。今日はありがとう。こちらこそありがとう。楽しく終わったんじゃないの？ダメだったの今の。でも友達からやろ。まずは友達から始めるようです。なるほど。ん、さっきのはどこがダメだったんだろう。アイチーン入るよ。どうもどうも。いいね、腕立て伏せ。お久しぶりです。お久しぶりです。ポインテのこともよく知らないのですが、私のポインテとは違いそうですか？どうやろ、とりあえず話してみんとわからんよね。普通かな。そうですか。普通かなってしたらそんなに気にならずに話もせんのかな。希望に溢れた旅人を見ていると、なんだかワクワクしてきます。いいよね、なんかそういうキラキラした人を見たら自分もキラキラしたくなってくるよね。そういうなんかいい影響を受けるのはいいと思う。ほい、そしてなんか食べよう。ご飯。お米の輝きが違います。ほい、いただきます。なんか私はさ、なんかなんとか米、秋田小町とか日の光とか、なんかどれが美味しいとか全然、お米を変えてもどれがなんだかよくわからんねんけどさ、やっぱわかる人にはわかるんかな。お、遊ぼう遊ぼう。今日どうした？みんな遊びたがりやねん。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。さあ、これは反応を。ポーカーフェイス。こっち。え、マジか。さあ、来い。よっしゃー。お、こっちだな。はっ。イエーイ。ダメだよ、そこで笑っちゃ。ポーカーフェイス貫かないと。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ次は中くらいの。お、だるま落としをもらいました。ありがとう。そして、ミーニュース。ほいほい、お願いします。冷凍親子丼がブーム。冷凍親子丼、何それ、美味しいの？いや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 、全然美味しそうじゃないんですが。マジっすか。いや、親子丼にシャリシャリは求めてない。5回目すげえな。切ないとか言ったらダメだよ。ねえ、そうよね。その反応がきっと普通だ。ほいほい、ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。おお、こけた。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。